続いても素敵なゲストの方に来ていただいておりますよ、はい、ではご紹介しましょう。ジャズ&ラテンボーカリストのマヤさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあマヤさん、実はTVK には、ね、何度か来てくださってて、はい、ね、夕方の番組 TVK ニュースハーバーの方にお越しいただきましたね、うん、はい、マランチョには初登場ということでよろしくお願いします、はい、マヤさんといえば今日本のジャズ界の注目ボーカリストの一人なんですけれども、さあ今年なんですけれどもどんな年でしたか、ね、今年は、うん、今年はですね、うん、特に、うん、今まで自分の作品が10位作品出させていただいてるんですけど、2つのアルバムを今年出すことができました、はい、でその2つのアルバムというのが非常に個性の強いアルバムで、はい、1つがジャズシンガーなんですがラテ音楽もすごい好きで、はい、ラテ音楽を中心としたアルバム、うん、マルチニークの女というアルバムと、はい、それから、うん、マルチニークですか。マルチニー ク, ニークちょっと抜けてるね、はい、マルチニークね、あマルチークになってますね、マルチニークという、はい、失礼しました、2が入ってくださ入ってます、はい、それとですね、はい、横浜をテーマにしたアルバム、私横浜がすごい好きなんですけど、はい、Once Upon a Time というアルバム、この2つを、今年リリースすることができた年という、充実した年です。ラテンもじゃあ結構ずっと好きに歌ってらしたんですか。そうですね、もうデビュー当時からボサノバ音楽からキューバンラテンとかソンとか、そういうちょっと哀愁のあるラテン音楽が好きなんですよ、はい、でもう一枚の方はこれ、そこバーバーバーのそう、ね、このね、Once Upon a Time の方が、館内の老舗のジャズライブハウス、うん、バーバーバーのすぐ近くですよ。そうなんです、はい、すぐ歩いてすぐなんですけど、 そこにね、月に、1回、出演してライブもしてるんですけど、そのレーベル第1弾、はい、声かけていただいて、うん、録音することになりました。とっても横浜らしい感じですよね、はい、中の音もですね、はい、すごくこうミュージシャン自体が、うん、横浜にも住んでる方とか三木義子さんとか ね、なるほど、あとゆかりのある方がこう関わったし、思いのこもった、そうなんです、音の方もこだわったし、あとジャケット写真とか中のね、うん、ブックレットの写真なんかも、うん、横浜といったら、うん、もうカメラマンの森秀夫さん、はい、森さんですね、はい、森さんが撮った写真なんですね、はい、そう全部そうですね、はい、ということですね、横浜、はい、いっぱい詰まった、もう横浜の香りがプンプンするような、うん、はい、アルバムに仕上がってます。さあそんなマヤさんなんですけれども、はい、マヤさんの活躍の様子を収めた上海のテレビ局の制作ドキュメンタリーがあるということなので、はい、ちょっとこちらご覧ください、はいはい、Hello and welcome to this week's edition of City Beat. I'm your host, Gagong. First up, we continue our series on Shanghai's jazz scene. We'll get up close and personal with jazz singer Maya.紹介されてたよ。なんで上海でこう取り上げられたというのは、これはですね、上海のジャズフェスティバルで日本代表のアーティストとして呼ばれたんですけど、その時に行ったコンサートで、4000人ぐらい入ったんですけどね、でやっぱり中国の方が多いので、はい、中国語でなんかしたいなっていうのがあって、うん、いいですね、このコンサートのために中国語を覚えて、MC も中国語をちょっと交えて、で歌もなんかそういう中国語の曲を覚えて歌ったり、もともと私9カ国語で、ね、歌うというスタイルで活動してるんですけど、さらに中国語も加わったコンサートだったという、じゃあマヤさんの世界も広がったという感じですね、はい、そうなんですね、はい、上海ももともとジャズとか盛んな場所だったんだよね、昔遡るからね、そうですよね、実際に歌ってみてどうでしたか、ね、やっぱりね、もうなんていうのかな、街自体が発するこうパワーがすごいあるじゃないですか、はい、ありますね、活気があります上海は、ね、はい、だからそれにすっごい刺激を受けましたね、あの主演されて ね素晴らしい、ね、一年だったってことですね、はい、まあ、活躍の場を広げているマヤさんなんですけども、はい、年末恒例のコンサートがあるということで、はい、こちらはどんなコンサートでしょうか、うん、これはですね、毎年実は、まあ、横浜好きということもありまして、コンサートを赤レンガ倉庫でやらさせていただいているんですが、はい、今年はテーマはもう
シンプルに、うん、ごくシンプルに、恋の恋にまつわる曲を、いいですね、まあ、横浜といえば恋が似合う街なので、はい、ラブソングを中心にあのアルバムの曲も、まあ、当然新譜もね、はい、うん、あの2作出したんでその中からと、あとあのクリスマスアルバムが、はい、あるんですが、こちらはクリスマスアルバムなんですけども、はい、ちょうどシーズンなので、はい、この中からの曲も何曲か選ばれているんですね。そう、3作品の中からのレパートリーと、あとあの、まあ、コンサートのために覚えたあの曲があるんで、新しい曲もじゃあ、あるということですね。そうですね、盛りだくさんですね。はい、そうですね。はい、さあ、まやさんのクリスマスコンサートは今週の金曜日ですね、11日に横浜赤レンガ倉庫で行われます。料金は全席自由で5,000円。チケットの予約お問い合わせはバーバーバー045-662-0493 までお問い合わせください。はい、じゃあそれでは最後になりますけども、はい、視聴者の方にねメッセージをお願いします。はい、この番組を、見て来てくださった方、ぜひ当日声かけてください。皆さんいらっしゃってください。お待ちしてます。はい、じゃあバーバーバーも引き続き月1では、はい、ね、出ます。来年の6日からあのスタートなんですが、その日にトップバッターで出ます。なるほど、はい、はい、今日はジャズ&ラテンボーカリストのまやさんに来ていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この後もまだまだ続きます。ありがとうございました。